山木君とはもう40年近いと、そうね、近いです、うん、出会いと付き合いで一緒にバンドをやってたこともあるんですけども、まあここしばらくはお互いにそれぞれのね、フィールドをやってましたけども、まあ、コロナになったきっかけもあるのかどうかわからないんだけども、お互いにちょっと、まあ、時間的にね、余裕ができて、最初はね山木君のスタジオに僕が楽器をね、うん、持って遊びに行ったのが、そうだ、それで軽くセッションを録音したり動画を撮ったり、これから何かやっていこうかなかなみたいな、ね、うん、
そういった動きになってですね。で、まあ、その時も別になんかこれやろうっていう曲をやったわけじゃなくて、なんかもう自然ね、そう、うん、こう発生する感じに、もう好きなことを好きなように。最初から、まあ、即興という再会、再会は即興、再会ですかね。そのまま即興で突っ走りつつね。寿司なんてねそんなバンドいない、過去にないと思います。やっぱりまあその我々その即興でそのなんていうかな、音楽インストルメンタルでこうなんかいろんな世界中こうグローバルな感じでこう発信していけるんじゃないかっていうところから、まあバンド名も日本の代表的なものというと寿司というのはね、非常にこうキャッチな感じじゃないかと思って印象的だし、ただあのいわゆるそのローマ字の寿司とは違って SUSI っていうね、なんか意味のあるようなないような、そんな響きでちょっとユニットとしてね、もうだんだん固まってきたので寿司というね、ユニットにしました。まあ、アフリカのバラフォンとかそういうのってやっぱりメロディアスな合音階でできていて、やっぱりその音階を使っていかに即興をできるかと、実験的な、ことなんですけども、まあ、いわゆるフリージャズっていうといろんな音階を、ね、使って思うがままにっていう感じもあるんですけども、なんか2人でやっててどっちかっていうとこう真っ白い紙にお互いにこう色を塗って絵を描いていって、うん、まあ、君がそこにこういう線描いて赤にしたんだったらじゃあここに加えるっていうかね、だから二人でこう一枚のこうピクチャーをなんか作るみたいな、うん、でも時々もうそれをじゃあこれ半分あげるからって破ってまたお互い好きなことを描いて見せ合いをするみたいな、うんうん、いろんな意味でのこうコミュニケーションがこう交錯していくっていうのは、俺はこういうことでやりたいんだっていうそのものとはまた違う、うん、なんかお互いに歩み寄ったり歩み寄らなかったり、うん、聞いたり、また聞いたら盛り上がったり ね、うん、深く聞いたり、うん、そういうなんかいろんなコミュニケーションあり方をこう2人の中でやっていく、それをいろんな楽器使ってやっていくのが、まあ、この寿司